電気ついたからすごいよね。はい、これもうつくんですか。うん、このトレーラーって。すごい。さて、トレーラーハウスに電気が来てるはずなんですけど、一回つけてみましょう。5、4、3、2、1、5。おー、ついた。向こうだ。5、4、3、2、1、5。ついた。おー、運命性が電気ってのはやっぱりこうやってついてみると嬉しいっすね。普段当たり前だと思うんだけども嬉しい方やね。これがつくと、まあね、今暇だからありがたみは、あれあそこだけか。おー、ついてついてる。ってことでちょっとすごいのがある。はい、この電気があると、はい、ほらほら IH。 おお、これはこのなんていうかな、自然の中でこうやってどんどん快適にしていくプロセスを楽しむっていうのがアウトドアの醍醐味だと思うんでね。今回本当に何じゃと言われようが何でって言おうがこれは楽しい。もうこれ電気を入れてあるんですね。うん。ちなみにこれってあったかいんですか。あったかいあったかい。結構結構じゃないな、意外と。へえ。魚ぶっとこうだ。そうなんですね。閉めて3日ぐらいしたらあったかくなるんじゃないかな。どんどんこうやって家らしくなってるのが楽しいじゃないの。おままごとみたいで。まず飯食いましょう。はい、行きましょう。